お手紙が届いているわ。何々、私は来月から植民地を治めるためインドに派遣されます。ですがこの地をどう統治すればいいのか私には分かりません。もし反乱が起きて後世の人々に正規の滞在人と称されてしまったら私はご先祖様に顔向けできないのです。なのでぜひ私に植民地の治め方を伝授してください。お願いします。イギリスのお偉いさんからのお手紙なのだ。反乱って、それはあなたの国の駐在官がアフガンでやらかしたからじゃない？そうね、私は残念ながら植民地を支配したことがないの。だからこれといったアドバイスは難しいわ。そこで発想を180度変えて、今回は絶対にやってはいけない植民地支配と題して、苛烈な植民地政策をし、正規の滞在人と酷評された偉人クリストファー・コロンブス、彼を紹介していけば後世に汚名が残らない植民地の治め方がおのずとわかると思うの。なるほどなのだ。コロンブスについて紹介する前に、彼が活躍した大航海時代がなぜ始まったのかについて軽く説明するわ。結論から言えば、大航海時代が始まった原因は胡椒が手に入らなくなったからよ。15世紀にオスマン帝国は地中海を通じて行われていた東方貿易を邪魔し、アジアとヨーロッパをつなぐ交易路を阻害し始めたの。結果胡椒は手に入らず、価格はうなぎ登りとなったのよ。胡椒はヨーロッパでは育てられなかったのだ。そうよ、ずんだもん。胡椒は気候の関係でヨーロッパで作ることができなかったの。だからアジアからの交易に依存していたのよ。さらにその他の理由として、羅針盤などの航海技術の発達や地球球体説のルフなどが挙げられるわね。地球球体説って何なのだ？大地は球体であるとする考え方のことだわ。これは地球が平らであれば船は水平線に向かって小さくなるだけのはず。しかし実際には船体部分が先に消え、最後にマストが沈んでいくように見えるという事情から唱えられたようね。これに反する考え方として、大地は平らであるという地球平面説があるわ。さてそんな大航海時代の真っただ中である1451年、15世紀のイタリアにてコロンブスは毛織物職人のもとに生を受けたわ。あれ、僕が聞いた話と少し違うのだ。そうね、実のところコロンブスの出自に関してはよく分かってないの。なので今回は何かと都合がいいジェノバの毛織物職人説を軸に話を進めていくわね。はい、なのだ。さて、10代の頃から船に乗り知見を広めていったコロンブスは、やがてジェノバ商人団に雇われ、入港と呼ばれる樹脂を海外に運ぶ商船隊に参加したの。だがしかし不幸なことに、フランス艦隊の攻撃にあってしまい船は沈没。コロンブスはポルトガルに漂流してしまったわ。なんと。ポルトガルに着いたコロンブスは地図を作る仕事をしながら航海士としての知識を蓄えていったわ。そしてコロンブスは砂糖の買い付けを行うためポルトガルのマデイラ島に訪れた際、彼は運命的な出会いを果たすのよ。もしかして、ただの漂流者よ。なんだ、ただの漂流者なのだ。そうよ、ずんだもん。だがしかし、この漂流者はコロンブスにとって特別な人物であったのよ。それってあなたの感想ですよね。違うわ、ずんだもん。とりあえず彼の証言を聞いてほしいの。私は交易船に乗っていたのですが、嵐にあってしまい、船は西へ西へと流され遭難してしまいました。気がつけば私は陸地に漂流していました。そこで船の修理をし、なんとかここまでたどり着いたのです。この漂流者の発言から、コロンブスはイベリア半島から西に進んでいけば最短ルートでアジアにたどり着くのではないかと考えたのよ。イベリア半島から西に行くと、初めにたどり着くのはアメリカ大陸じゃないのか。いい質問だわ、ずんだもん。そんなずんだもんにはこの地図を見てほしいわ。なんだ、この地図、アメリカ大陸がないのだ。そうよ、ずんだもん。これは当時の考えをもとに作った世界地図だわ。この地図を見てもらうと分かるように、当時アメリカ大陸はヨーロッパの人々の認知では存在しない場所だったのよ。さて、この漂流者の発言と地球球体説のルフ、さらにコロンブスと文通していた学者パオロ・トスカネリの後押しもあり、コロンブスは西に行ったらアジアに行けると確信したのよ。疑惑が確信へと変わったコロンブスは、アジアに行くためのスポンサーを求めポルトガル王にお願いしに行ったわ。幸いなことに、コロンブスのいたポルトガルは8世紀から行われてきたレコンキスタによって王の求心力は高く、航海のための資金も集めやすく、航海に積極的だったの。そこでコロンブスは西回り航海の資金援助を受けるため、ポルトガル王にプレゼンを行ったのよ。それで結果はどうなったのだ？却下されたわ。原因は度が過ぎた報酬を要求したことがあだとなったようね。それでもアジアに行くことを諦めなかったコロンブスは、スペインに渡り国王に自身の考えをプレゼンしに行ったわ。なぜコロンブスはそこまでしてアジアに行きたかったのだ？いい質問だわ、ずんだもん。これを見てちょうだい。何なのだ、
これは東方見聞録といって著者であるマルコ・ポーロの旅行記だわ。コロンブスはこの東方見聞録に出てくる黄金であふれた国ジパングに行って有り余る黄金を手に入れたかったようね。ジパングってどこなのだ。日本よ。なるほど。違うわ、ずんだもん。この黄金という記述は金と馬で栄華を極めた欧州藤原氏の遺産中尊寺金色堂をむちゃくちゃ誇張したものだと言われているわ。ちなみに黄金の国ジパングは日本ではなく他の国という説もあるそうね。さてジパングに行き有り余る黄金を手に入れウハウハな生活を送りたいという願望とそれを叶えるためなら諦めないという不屈の精神を兼ね備えたコロンブスは決死のプレゼンの末ついにスペイン王室の援助を取り付けることに成功し晴れて黄金の国への片道切符を手に入れることに成功したのよ。そして来たる1492年の8月コロンブスは有り余るほどの黄金と胡椒を求め大西洋へ出航したのよ。